さあここでですね、箸休めのトーク企画があるみたいなので行きたいと思います。エーペックスお悩み相談。じゃあ悩みは私が読ませていただきます。お願いします。はい、25歳社会人男性からのお悩みです。はい、深夜にエーペックスをしていたら同棲している彼女から肩を叩かれてうるさいと怒られました。その後は小声にして気を使いながらゲームを続けたんですが、皆さんは彼女から怒られたらどうしていますか？いかがですかね。パートナーがもうそのゲームがもううるさいダメだっていう人はやっぱ なしですかよ。結構厳しくなってきますよね。だからカップルでやってる人とかの方がなんか仲良くいられる気がするじゃないですか。全部そうじゃないですか。タバコ吸う吸わないが別れてても喧嘩するし、暑い寒いの温度だけでも人はね殺し合うようになるし、オーバーですね。だいぶなるべく趣味がね一致してる方がいいんでしょうけどもね。末崎さんいかがですか？いやそうですね、僕もちょっと家族とかにはあんま怒られたことなかったんですけども、ちょっと前住んでたところのアパートでちょっとめちゃくちゃいい試合してて、でこう急にピンポン鳴ったんですよ、結構夜中に。でもまあ お隣さんがこうちょっとトーン下げてくれませんかって言われて、あーってなったんですけど、ちょっと戻ってそのままやっちゃいました。でもタイミングの問題じゃないですか。だからタイミングさえずらせば多分何も言われないと思うんで、言われたらもう即やみすればいいんですよ。分かった、ごめんと。ごめん。だからお風呂入ってる時とか、はいはいはい、例えばご飯作ってる時、はいはい、家寝る時、寝てると、はいはい、寝てる時はね際どいんですけど、タイミング選べば大丈夫ですよ。あと自分が入っちゃった、その言葉、もう多分それ反射的に出ちゃうやつだから、無理だと思うんですよ。だからチシャーとか言うでしょ、エーペックスで。チシャーって言った時に彼女が見てると思ったら、なんでこんなに好きなんだろう。ちなみにハブちゃんはどうですか、そういう彼氏は将来。でも私自身ゲーム好きなので、気持ちはすごく分かるので大丈夫です。さあ続いていきますか。はい、続いてのお悩みです。19歳女性からのお悩みです。19歳、エーペックス初心者です。レベルの高いフレンドとやると足を引っ張っていることに落ち込みます。下手な人と同じ舞台になったらぶっちゃけどう思ってますか？エリさんいかがですか？俺ね、じゃあボイチャでノラの人たちとやってて、でそうやってなんだって違う、俺普通に返しますよ。なんて はみたいな。なるほど、うるせえなって言ってみちゃうよ。なるほどなるほど。最初から繋いでるやつならまだしも、その文句言う時だけ繋ぐやついるじゃん。そうで、そういう時はやっぱあの女の人のふりすると、相手困る。初心者で初心者でどうしてすいませんって言うと収まるんで。最初をね。でも結構ねあれですね、俺もやってる時、でもよく言うのはごめんはめっちゃ使う。やらかしたら、もう素直に、ごめんなさいみたいな、はいはい、やったらもう謝る、っていうのは大事かなと思う。はい、じゃあ次いきますか。はい、43歳男性からのお悩みです。はい、ノラでプレイ中に突然味方のボイチャがオンになり、明らかに中学生ぐらいの子供の声で、オクタン悪いんやけど金バッグをライフラインに渡してあげてくれへんかと適切な指示が。自分が悪いので従ったものの、自分もボイチャオンにして返事をするべきか迷いました。そもそもおっさんと話が合うわけないし、この時には夜の12時くらい、大人として中学生と楽しく会話するより怒ってあげるべきではなどと迷いました。皆さんならどうしますか？すごい悩みですね。複雑だな。まずでもその指示に関しては的確だったわけですもんね。だから従った時点で OK ですよね。問題は中学生だったっていうことですよね。つないでその金バッグはライフラインが持つべきなのに私が持ってしまっていたよ、ごめんねって言ってポンと落として、ただし君こんな時間まで起きてたら明日朝起きても体力が金バッグで蘇生された時ぐらいしか回復しないぞ。粋なね。粋なジョーク交えた。